さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。いやもうショックすぎて言葉がありません。タイトルあるいはサムネイルを見ればわかると思いますが、もうなんでこんなことになるんですかね。来週末にイマニュエル・ロドリゲス選手との試合を控えていた、ノニト・ドネア選手にコロナウイルスの陽性反応が出たそうです。そのためロドリゲス選手との試合は、キャンセルが、ほぼほぼ決定とのことです。つい数日前にこの試合の勝敗予想動画を僕のチャンネルでも上げていたと思いますが、残念ながらこの12月19日に行われる予定だったドネアとロドリゲスの試合はなくなってしまいました。でロドリゲスの相手に関しては現在この録音をしている時点ではまだ、不明とのことです。まあそもそもこのタイミングで対戦相手がいなくなってしまったロドリゲスが試合をできるのかも、不明です。同イベント内のアンダーカードに出場予定だったバンタム級ファイターのレイマート・ガバロをこのロドリゲスの相手にする可能性もあるという報道が出ていますが、まあ今はまだ何とも言えない状況ですね。で、もしロドリゲスとガバロが試合をするとして、じゃあその試合に WBC のベルトがかけられた世界タイトルマッチになるのかっていうのも当然不明です。まあもともとはね、ドネアのオリジナルの対戦相手だった WBC チャンピオンのウーバーリーにコロナ陽性反応が出てしまい試合がキャンセル。で、ウーバーリーの代役としてロドリゲスが抜擢。そしたら今度はドネアもコロナにかかってしまい試合中止ってね。いやもう本当に辛すぎますね。ちょっとこれはかなりショックが大きいです。同じイベントに出場するウェルター級の新たなスター候補、あのジャロン・エニスの対戦相手だったトーマス・デュロルメもコロナにかかってしまったことで、このエニスの相手もクリス・バン・ヒールデンに変更されていますし、まあ、このイベントが負ったコロナの影響っていうのはちょっと計り知れないことになってしまっていますね。まあ、すでに僕のチャンネルで、ドネアとロドリゲスの試合の勝敗予想動画を上げてしまっていたので、僕のチャンネルの視聴者の方に、混乱を招いてしまう可能性を考慮して、今回の動画ではこのドネアのコロナ感染の、速報をお伝えするだけの動画になっております。それでは短い動画ではありましたが、今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。次回の動画ではもう少し元気よく話をできるように頑張ります。それではまた次回の放送でお会いしましょう。